ロシアのプーチン大統領は30日、ウクライナ東部と南部4州の併合を宣言し、4州が住民投票でロシアに戻る選択をしたと、併合を正当化しました。 プーチン大統領はさらにロシアは近代ウクライナを作りロシアの土地と人口を移管したと一方的に主張しましたロシアの併合宣言に対しウクライナのゼレンスキー大統領は対抗姿勢を示し NATO= 北大西洋条約機構への加盟を正式に申請すると表明しましたまた NATO のストルテンベルグ事務総長は 4州をロシアの一部とは認めないと述べた上でウクライナへの支援を継続する方針を示しましたこうした中国連安全保障理事会は日本時間のきょう午前緊急会合を開きロシアによる一方的な併合の試みを非難する決議案を採決しましたが常任理事国のロシアが拒否権を行使し否決されました